70歳はもう老人ですよ。70歳老人ですよ。おいぼれです。なんか70歳中年とか言ってたけど、77。あ、77、うん、77だ。中年じゃ。あなたは？僕40なんで。それ中ガキで。あれ中年ですよ。もうおっさんですよ。ガキ。70歳はもう老いぼれっつ。仕事やってんだよ、自分の子だ。ああ、まあ自分のペースでね。じゃあ会社ちゃんと。あ、本当ですか。いや、そろそろ、そうでもあれですね。そろそろ退職ですね。そろそろ退職ですね。まだガキだもんだって。いや、もう人生のもう半分終えてますよ。もう折り返しすぎてるんで。もうそろそろ女そろそろもう就活に入ってるので。女は40で。女は？女はもういいです。そろそろ就活に入った方がいいですよ。もうそろそろ死ぬと思うので。おじいさん、朝立ちなんかしないですもん。あ、しないよね。うん、もうだって、チンコ立たないですもん。俺はね、76までは女遊びやしたの。77ってはちょっとね、腰痛くて女遊びやめたもん。あ、本当ですか。うん、でもね、40になったらあなたもね、わかんだから。いや、もう気分じゃなくて体がついていかないですもん、だって。あれだ、調子にしろよ。お疲れ様です。すみません、リー・タダナリ選手ですか？誰ですか？リー・タダナリ選手。違う、違う、あ、すみません、すみません。すいません、花畑どっちですかね。方角的に北ってどっちですか。北だね。3たす4って分かりますね。それ7ですね。これってあれじゃないですか。あれ、逃げたがってる行動じゃないですか。僕、犬の動物の拉致監禁を許さない市民の会っていうものの会長をやってるんですけど、うん、動物、なるべくその逃がしてあげてほしいんです。今の行動、犬の行動って、うん、なんか、そろそろ一人暮らししてえなっていう行動じゃないですか。逃げたがってる感じの。なんとなく知ってると、自分でも先に出かけたりなんかしてね。あ、はいはい。あ、そうなんですか。そう、うん、余裕があるんだあれば、まあ、話してあげてほしい。多分森に話した途端にバーッと走っていくと思うんですよ。あ、そうか。森か自然かどっかで、うん、か怖いからね、話してあげた方が基本的に、まあ、動物はやっぱりその人間とは別々で、自然のもの。すいません、ちょっといいですか。人の顔見て笑うのやめませんか。人の顔見て笑うのやめませんか。さっきやったスイッチケットの時さ、人の顔見て笑うのやめません。でも笑ってない。笑ってたじゃないですか、僕の顔見て。笑ってない。え、違うんですか。あれどういう意味だったんですか。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 
あそこの十字路で、あの人のすれ違った時に人の顔を見て、あの侮辱、侮辱罪、刑法238条、現行犯逮捕で。どういうことですか。あのさっきすれ違った時に人の顔をバカにした感じで、こんな、こんな感じで笑ってきた、侮辱してきて、それ刑法で言うと刑法231条。え、私すれ違ってないし、見て、あそこの十字路、すれ違ってないです。ジンズメート、どっから来ました。私、行きましたよね、はい、僕見ましたもん。で、僕のことじゃ覚えてない。覚えてないっていう、見たことないです。いきなり話しかけられてきて、でも僕はずっとあそこの笑い、じゃあ思い出し笑いか、なんかだからずっとなんかバカにした笑いしてたんで、思い出し笑い、なんか他のことかなんか、はい、思い出し笑い、他のことか、そういう癖なんですか。そうです。ああ、なんかね、でもね、僕はそう受け取ったんで、てかそういうことは、そう違います。あ、違うんだ。ああ、いや、でも、いや、違うってあれば逮捕できない、死刑はできない、無理です。